皆さんどうも、ひでチャンネルのひでかつです。今回ですけども、宮城県のその造園組合の方々と一緒に青森の方へ旅行ということで、そちらの方に私も引率できることになりました。よっしゃ、はい、到着しました。お疲れ様でございました。こんなお店です。いや、皆さん初めて来たんで、でしょ、すごい、うわすごい。あ、ずっとこう、そんな大きくないですか。マニアックなお店でしょう。てか、これがないと。じゃあ、せっかくなので、チェーンソーですけど、はい、どれ持ってるんですか。これも持ってる。30cc から 36cc ぐらいですか。軌道をエンジンの排気量に合わせて、はい、30センチの場合は35センチ、はい、ちっちゃいのってやっぱり細かいところに向いてるんですか、うん、こういう、うん、それは何ですか。木を挟むもの。あ、そんな形で挟む。おお、そんなことができるんですか、うん。あ、持てるんですね、そうやって。230ミリから。なんかちょっともう質感が違いますね。違うね。全然違いますね。厚みもある感じがします。もっと穴入るからね。穴入って、もっと薄い感じがします。うん、こういう風なヘルメットの方が、はい、絶対安全なんだけど。こうピタッとくっつくから、はい、ここでも今の壊れないね。壊れないんですか。にくい、うん、へえ。いや、ごめんなさい、見た限りでプラスチックなので壊れやすいのかなと思ったんですけど、その辺は違うんですね。すいません、本当にかっこいいよね。かっこいいですね、森林工。蚊取り線香よりも強力なんですけど、体中すごい匂いになります。はい、あ、これですね、うん、プロ用のノコギリ。足につけられたら、あ、それグリスですか。うん、ここのとこ壊れてたね。あなた最初からないって言ったボルト。そうですね、ボルトないって言いましたね。最初からないって言ったボルト、はい、ここにグリスいるんだよ。はい、このボルトはどうしたの。ないんですもともと。あ、ボルトあるんですか。あるって。ここにボルトあって、はい、ボルトを外してグリス入れて、はい、グリスさせたらこう刃を回してあげる、はい、そうすると中に回すから、はい、そしたらもう一回刺して、はい、また回してあげて、はい、あと蓋してボルトする。ボルト最初からなかった。いや、最初からある。ああ、どうです。あと舐めるしね。はい、舐めやすいですね、あれも。ホームセンターって、はい、それもあくまでも使い捨てなのですよね。使い捨てでしょうね。はい、で専門店で買うから、はい、安心できるんだよ。ですよね。俺今電動の剪定バサミ。いや、みんなで言ってたのは結構みんなでも割と早く動く。宮沢さん自分でやれるでしょ。高所作業に乗って使えるやつ、これめちゃめちゃ甘いですよ。めちゃめちゃ甘いって、うん、何それ甘いって、かえっつう話じゃない。かえっつう話じゃない。まあだから出してここにかけるって言って、自分の長さに調節したらもう。これは簡単なんですか。簡単だね。簡単です、楽ですね。従来だともっとすごい、よっこいしょ、炊いて、はい、締めて。普通は剥ぐの。剥くの、うん、後ろのこれだけで、はい、交渉とかにつけとけば、はこうは工具類ですね。あのカラビナとかで、ここで手届かなくてもね。あ、もう最初に取り付けた状態で。ああ、なるほど。でここにいろいろ工具入れたり、携帯入れたりとか。高所作業車なんでこれ楽。楽だと思う。ですよね。絶対楽です、私これしか使ってない。これすみません、安全帯みたいなイメージでいいんですか。そんなもんでないんで別にいいんですけど、ね。ショックアブソーバーっつって、こいつが、はい、こいつ何メーター伸びるんですか。アブソーバー 1.6 メーター変えたと思う。 1.6 か 1.7 街路樹剪定で、あのいいとこってこいつつけてる人じゃない。ショックつけてると落ちるじゃん。うん、落ちますよ、はい、まあ、5メーターぐらい上にいればいいですね。落ちるっていうか、どう預けてんだろうと思って。預けてないんですよ。預けてないんですよね、うん、木登りでたら、だったら常にランヤードつけて、テンションかけないと、うん、
木で登ってこれはないな。いや、それ使ってる人いるんですよ。いや、結構みんなだよ、多分知らない。知らないよ。だから、何のためにつけてんのって俺聞くんだけど、胸エンドからつけて、二丁上げで、ショックアブソードパーつけてんのを、ラインヤードでつけてて、これを木に引っ掛けてるんですけど、ラインヤードの長さがある程度なってるのに、ショックアブソードパーの分が伸びますから、そういう人は絶対落ちるよって言ってるんですけど。ですね、ロープ交渉産業と、はい、墜落性使用器具は分けて考えないといけなくて、で、木に登って産業する方はロープ交渉産業の方なので、はい、このショックアブソーバーというよりは、はい、考え方が違って、そこを区別して考えないと、混同してしまうと、今みたいな使い方になってしまう。だから本当はこっちは、やっぱり交渉産業者とか、そういう足場とか、はいはいは絶対必須なんですけど、木登りでぬんってなればこれはただで、ただ邪魔でしかない。浜川さん、ガイド線でこれで大丈夫？登れって。うん、何だね、何あっちゃん取ったことは両方だけくっつけて、はい、木に回したりするんです。木に回す、うん、木に登るときはこういうものですね。交渉作業者と違って、はい、うわーなった直下武装は必要ない、はい、なので、はい、これをこうつけて、はい、こう街路樹剪定の時もこれは有効なんですよね。なので直感のまっすぐ の、はい、杉とか、はい、いう木は私は基本スパイク使って、はい、これで持ってきます。なのでこうなるやつの方が形状は、はい、なので登りやすい。そう、1だったら1とか。危ない危ない。いや、本当に俺本当に俺軽犯かんのに、うん、俺ラジコン欲しいんだよね。ラジコン草刈り機で俺軽犯ラジコンじゃなくていいんじゃないの。いやラジコン高熊さんのところにあったのフラクター。俺軽犯だよ。あれ軽犯だって。それはそういう条件がいいところはあれでいいんだよ。家地ね、家地田んぼと田んぼの間とか、そういうやつはやっぱりラジコンのやつがこれから結構いく。本日ですね、東京のビッグサイトの方に来ています。最新のですね、草刈りであったり除草に関するですね、情報がこちらの方に集まっておりますので、こちらですね、強烈からですね、来年出るっていうのがラジコン草刈り機のようです。こちらですけど、親子型のですね、草刈り機になってます。親がですね、のり面の上からですね、この下のですね、あれ草刈り機になってるんですけど、まあ、ロープっていうかワイヤー吊るしてあるんですけど、あれを下ろしてこう草を刈れるシステムですね。じゃあこれ何かトラブルあっても一人でこう復旧もできるのでいいですね、そういうのも。はい、結構ラジコン草刈り機導入しても重くて持ち上げられなくて、亀みたいになっちゃうっていうのもあったりするんですけど、じゃあラジコン草刈り機ですけど、53万1000円だそうです。本当にこれ53万なんですか？間違ってないです。ただ斜面も登れませんので、平面だけで。あ、ですよね。こちらのラジコン草刈りですけど、ものすごくですね、ワイドな幅になってますね。こんなに広いのね、ちょっと見たことないぐらい広いですね。しかもね、これ低いんですよ。低重心っていうことは、斜面、登った時にずるずるこう滑り落ちにくいのかなというふうにも思いますね。だから俺の同級生はラジコンのキャタピラーのやつを買って、キャタは本当に楽、まっすぐただ走ってくるから、ただ足遅いのさ。え、楽、うん、いや面白いでしょね。こんな面白いないよ。足遅いのが嫌で、平場買うのは嫌だな。これ何だったっけ？俺のタイヤ。あ、タイヤだけある、うん、ウィンチズ。そう、うん、あ、あの切るやつ。
はい。いやいやいや、びっくりしました。登りました。いや、で、あの、やっぱり思うのは、やっぱり人材不足なので、それを補うっていうのは、やっぱり絶対必要で。ちなみに、やっぱり人材不足っていうのは、今、本当に深刻なんですか？深刻でしょうね。深刻でしょうね。ああ、はい、もちろんです。後継者不足。後継者不足。あの、エアワークの山田君みたいにあんなに綺麗に入ってくれない。ああ、うちね、今日息子いなかったけど、息子いるんで、まだ後継者がいるっていうのは、みんな羨ましいって言うんだけど、でも人材不足がもう如実に分かるんですよ。そうですね、どうしてもほら、冬になるとね。そう、2040年に19万人投資になるんですよ。10万人減るんですよ、今。仙台は人が少なくなることはないと思うんですけど、地方なんて今最悪だから。で、仙台だってもうこれ今ピークなだけだと思う。人口がいてもこういう仕事をやる人は少なくなる。で、庭を作る人がいない。庭を壊すことが多い。里山林業士っていうのを自分で今作ってるんですよ。里山林業士、造語ですよ、造語。造園っていうのは里の仕事なんですよ。で、里山林業っていうのをわしつけてるんですけど、里山林業って何すんのって言ったら、街中の住宅地の木を切るっていう、造園とはまた違う、作るっていうんじゃなくて、里山林業、あの住宅地の木を切るっていう。仙台にはまあ、皆さんご存知のイグネっていう文化があって、必ず聞いたことある、あの屋敷周りに杉の木を植えて、で防風林にしたんだけど、まあ、その防風林を使って次の世代のお家を建てたり昔はしてたんですけど、外から入れた方が安いので、イグネが荒れちゃって、例えばもう太りすぎてどうしようもなくなったとか、あと、まあ、当然杉葉屋根のってめんどくせえから、まあ、正直うちなんかもそうなんですけど、うちもなんかもう切っちゃったんですけど、維持管理が大変だから切る。イグネを必ず残そうっては思ってなくて、でもあれって思うやっぱり困ってんだったらそれを助ける人がいた方がいいよねっていう。だから同じ里山イグネ氏って俺すごい、おいいね、まあ、でそういうことなんです。里山林業氏、うん、ちょっと林業はね、林業のスペシャリストがいるんで、うん、でもその間の人って確かにいないんだよね、うんうん、でそのもうその、うん、なんて家主はもう、まあ、高齢になってて、まあ、田んぼもやれないような人もいるし、田んぼも やるにやれない、イグネは伸び放題になる、自分は年取ってくる。だからやっぱりそういうの助ける人みたいな、そうですね、そう、まあ、NPO 法人じゃないけど、なんかそういう人がいないとこのメンバー多分そういうメンバーなのかなと思ってて、で多分皆さん多分そうなんだろう、かなり好きな人間ですですよね。